目を閉じて思い出そう過ぎ去るし。ずっと小さい頃から疑問に思っていた。なぜ自分は自分でしかなく他人ではないのだろうと。我思う、故に我ありとは昔の哲学者の言葉だそうだが、僕は我ではなく他人を思ってみた。あの人も僕なのではないかと。能力は崩壊。でもね、寝るのちょっと怖いな。ん？どうした？昼間に怖い夢見ちゃった。あゆみちゃんが投稿してます。小西さん？あなたが来たせいだ。ん？何が？及川くんと二人きりでお弁当食べたり付き合っていたはずなのに、あなたがやってきてから及川くんが私のことをまるで忘れたみたいに、あなたのことばかり。だからあなたが痛い目に遭うの。妹、残念ながらお亡くなりに。僕は一つでもあいつに恩返しできたのかな。まだだ、全然何も返してない。こんなにも早くいなくなるなんて思いもしなかったんだ。返したくてももう返せないじゃないか。一口だけです。それでもう二度とお互い関わらないと誓いましょう。くそ、甘くてまずいのに。なんだよこれ。これをどうぞ。なあ、トモリ。はい。僕はこれからどうしたらいいかな。また生徒会に戻ってくるというのはどうでしょうか。わかった、生徒会に戻る。